岡山市のイオンモール岡山では、子どもたちが4種類のキャラクターの中から自分が気に入ったものに1票を投じていました。2016年に公選法が改正され、有権者と一緒に投票所に入場できる子どもが18歳未満に拡大されました。子どもを連れて投票ができることを知ってもらうとともに、将来の投票率アップにもつなげるのが目的です。ちっちゃい時からこう、あ、選挙ってこういうものなんだっていうのが分かるのが、ちょっとまだ子供ちっちゃいんですけど、いいかなと思いました。どれにしようかめちゃくちゃ迷った。ぜひ今回10月27日の選挙に親子連れで参加していただければというふうに思っております。